ブロフォスはフリーライブズによって開発され、ディーバルバーデジタルによって発売された横スクロール形式のランガンプラットフォームゲームである。開発は2012年4月ゲームジャムのエントリーとして始まり、開発者と人気のおかげで早期アクセスゲームという形で開発が続くことになった。このゲームは2015年10月15日に マイクロソフトウィンドウズと OS10 で発売され、その2日後に Linux でも発売された。PlayStation 4版は2016年3月1日に、Nintendo Switch 版は2018年9月6日に発売された。プレイヤーのキャラクターである、ブロは過剰に男性的であり、アクションヒーロースタイルの特殊部隊員で、テロリストと戦い、チームメートと一緒に戦争捕虜を囚われた状態から、 救う。このゲームはプレイヤーの発砲によって周囲の環境を破壊できる。悪魔のボスを倒しアメリカ国旗を掲げ背景が爆発している間にヘリコプターで脱出するとレベルのクリアとなる。ブロフォスは最初は数名のキャラクターしか使用できないがプレイヤーが一定数の捕虜を救助することでさらにキャラクターを獲得することができる。 これらのブロホースのキャラクターは、ネルソン・ブロデラの指揮下にある。キャラクターは、ジョン・ランボーや、ダイ・ハードシリーズのジョン・マクレーン、チャック・ノリス、ミスター・ティエイリアンシリーズのエレン・リプリー、ターミネーターシリーズの T-800 といった、実際のアクションヒーローのパロディである。また多くのキャラクターは、ランブロやブロミネーターのように、オリジナルの名前に何らかの方法で、ブロを出されて呼ばれることがある。 レベル開始時に選ばれるキャラクターはランダムであり、プレイヤーが指定することはできない。使用しているキャラが死亡するか、戦争捕虜を救助するたびに別のキャラクターに変更される。各キャラクターの攻撃や動きは元になったヒーローにちなんでおり、例えば、リプリーのキャラクターは火炎放射の特殊能力を持っており、インディ・ジョーンズを元にしたキャラクターは主に無知を使っている。 フリーライブズは2012年春のルダムデア23ゲームジャムのエントリーとしてランブローズを提出した。面白さ部門で最優秀賞を獲得し、チームプロジェクトをして継続するのに十分な肯定的なフィードバックを受けた。開発者は他のキャラクター、ブロマンドとの協力モードを追加することを考え、それが、 暴力的なアクションムービーの感覚で、プロたちを集めるというゲームのコアコンセプトになった。このゲームは1980年代のアクション映画ジャンルを楽しく誇張したものとしてデザインされた。このゲームの教師であるプロキャラクターたちへの関心は、ゲームディレクターのエヴァングリーンウッドが抱いていた1980年代から1990年代にかけてのアクション映画への愛に起因し、それが、 宇宙空間の旅行、恐竜との戦い、サメとの競争といったゲームの美学、テーマ、ゲームプレイにつながった。ブロたちは、テロリズムとの戦いにおいて、お互いを守るべく密接なつながりを共有する。グリーンウッズは、ブロフォスを、アクションヒーローに対する愛情のこもった描写だと、述べていた。彼らは、形ばかりのトークン的女性キャラクターを追加したり、 陰謀やロマンス目的でライバルの女性のブローホースを作ることはせずに代わりに既存のチームの一部にして性別で区別しないようにした。ゲームのスクリーンショット、ブロトタイプと呼ばれるブローホースのゲームデモが開発者のウェブサイトからリリースされた。このデモではゲームプレイのサンプルはあったがゲームの説明はなかった。このゲームは2013年7月24日に スティームグリーンリッドに承認された。2014年4月7日のスティームで早期アクセスが開始され、2014年第2四半期にマイクロソフトウィンドウズとコンソール向けフルリリースが計画された。最終的なゲームには、ゲームはオンラインマルチプレイヤー、リーダーボードを備えたデスマッチアリーナ、レベルエディタより優れたグラフィックなどが含まれる予定であった。 2014年8月、映画、エクスペンダブルズ3ワールドミッションの宣伝の一環として、同映画に基づくスタンドアロン拡張、エクスペンダブルズがリリースされ、12月31日まで無料でプレイ可能だった。2015年2月、エイリアン・インフェーションが追加されて、ゲームの拡張が行われた。2015年10月15日、ゲームは完全リリースされ、 サタンと戦う能力追加などの再拡張が行われた。エクスペンダブロズ拡張なしの完全なゲームはプラション4に移植され2016年3月1日にリリースされた。任天堂ンドースイッチへの移植は2018年7月に発表された。本作の PS4 版は2016年5月の時点で10万本を売り上げた。ユーロゲイマーのジェフリー・マトゥレフはゲームデモを すぐにやめられなくなってしまうようなレトロゲームへの先祖返りと説明し、破壊可能な周囲の環境のユニークさを指摘した。数人の記者がテラリアとこのゲームを比較した。イグンは10点中8.8点を獲得し、ブロフォスのひどいダジャレと鍛えられた。上腕二頭筋の下には、アクション映画とレトロゲームへ捧げられる鮮やかな参加が広がっていると述べた。 PC ゲーマーでは78%を獲得したが、せっかちでしっかりしていて堅実なランガンの愚かさは、本当に素晴らしいものになるには、少々10分には機能していないと評された。G スケーピストでは5つ星のうち4つ、半を獲得し、ブロフォスは馬鹿げてはいるものの、アイコニックなアクション映画への真摯なラブレターであり、豊かな環境と巧妙に作られた敵で完璧に、 宣伝されていると評された。ゲームウォッチの戸まり祐一郎は PS プラスのフリープレイを取り上げた連載記事の中で本作について全略何も考えずにボカスカ団を打って突き進めるところには爽快感もありストレス解消としてもおすすめできる。と評価しており気が向いた時に軽く遊ぶのに向いていると述べている。ファミ2の BRZRK は マルチプレイモードが本番だと思えるほど面白いと評価し、全略4人同時で遊んでいると、おのおのが思い思いの行動をとるので画面上はめちゃくちゃ、あっちで大爆発、こっちで大爆発、それに巻き込まれて爆死といった感じで、もう本当にぐちゃぐちゃ。でも、自然と笑いが込み上がる。と語っている。ありがとうございます。